あの続けての登壇で失礼いたします。あの3名のご来賓の方の講演を待ち望んでいる方がいらっしゃるかと思いますけれども、えーまあ、本日のテーマは今後の活動でございますけれども、まあ、その予備知識としてです、ね、これまでの動きを振り返ったお話をさせていただきたいと思います。で先ほどあのお話しいたし,ましたまように本年度からデータサイエンス共同利用基盤施設 いう新しい施設の活動が始まっておりますけれども、私の話はですね、昨年度までのところを中心にして、振り返って話をさせていただきます。えー、情報システム研究機構は、2004年に、えー、国立大学、それから大学共同利用機関が法人,され法人化された際にですね、えー、国立局地研究所じ、国立情報学研究所、統計数理研究所、 それから国立遺伝学研究所、この4つの研究所が結集してできた共同利用機関法人でございます。その後、2005年に、新領域融合研究センター、2007年にライフサイエンス統合データベースセンターを設置し、本年、新しくデータサイエンス共同利用基盤施設を設置して、現在に至っているものでございます。 この党機構は2004年の設立以来ですね生命地球環境社会などの現実社会における複雑な現象を従来の物質とエネルギーに代わって情報とシステムという新しい立場から捉えるということを理念として掲げそのために研究の方法の開発研究基盤の構築およびそれらを使った実際の サイエンスをを推進するとといいうことをやってまいりまりしたで具体的には実験観察調査による大量データの獲得その統合データベース化さらにデータベースに基づく知識獲得を行って例えば現象の解明予測制御あるいは意思決定という問題への応用を行ってまいりました。 こういう間にですねあのご承知のように世の中では情報科学技術特にセンサーの技術が飛躍的に発展しましてアカデミックな領域でもここに書いてありますように生命科学それから金融経済環境地球環境あるいは自然科学物質材料それから人文学そういったあらゆる分野で大量大規模なデータが あえー、獲得できるようになっております、えー、とこの図をご覧いただきますと横軸が西暦でございまして縦に、えー、記憶容量それから計算処理速度それからデータ生産量を対数スケールで書いたものでございます。で、えー、とよく知られていることはですね過去50年以上にわたって 無アの法則といわれる経験則に沿って記憶量あるいは計算機の処理速度といった計算機のハードルの能力はログスケールでほぼ直線的に増加してきましたしかしながら近年のデータ生産量の伸びっていうのはログスケールでも増大上に爆発的に増大しているという圧倒的なスピードでございましてこれが意味するところは従来のようにですね 計算機のハードに依存した形だけでは、あ処理があの、問題が解決できない状況になっているというところでございます。で同じような状況は、人間社会の場面でも起こっております。えー、例えば、ウェブや SNS 等のインターネット情報、それからあ家電や自動車のセンサーからの情報。 それからドローンや人工知能、人工衛星からのリモートセンシングデータ、それからコンビニや株の取引データとか、あるいは防犯カメラからの画像だとか音声、さらにはさまざまなログデータ、そういった人間社会の活動を精細かつ網羅的に 捉えることによってていわゆるビッグデータが出現しておりますでますたこれらを活用することによって、顧客の行動を予測しながらするマーケティングであったり、オンラインショッピング、あるいは医療の個別化医療とか、社会インフラのスマート化、自動運転等々が発達しておりまして、まあ、この辺は皆さんも日々、 ニュースでご覧になっていることかとか思いますでこういうこともあってですねあの人類の歴史における科学の役割を考え直してみますとですね専門家あるいは匠の匠と呼ばれる人たちがこれまで経験と勘で行っていたことを徐々にデータに基づき科学的に遂行できるようにしてきたということであろうかと思います。で実際 例えば先生術から天文学が発達し錬金術からキュミストリーが出てきますし製鉄の匠の技が科学的な工業生産に変わってきたということもありますでさらに近年になりますと天気予報経済予測マーケティングマネジメントリスク管理すべてが科学的に取り扱われるようになっておりますし,しさらに近年では 科学的発見自体も科学的に行う、あるいはサービスとか政策決定もデータに基づく科学的な方法の対象になりつつあります。でこの辺りを取り上げたものとしてですね、イアン・エアーズという人の本がございまして、この本の中ではですね、大量データ分析がもはやいろんな分野で専門家の経験と知識をあ ををえていいるというその例をこの本の本中で取りり上げておりますでこういうこともあってですね、このビッグデータのインパクト、非常に大きくて、やがてちょうどスマート社会が実現しまた数百年の歴史があるこの科学研究のスタイルもですね、やがてデータサイエンス化していくというふうに呼ばれております。で、えーまあ、あの我々人類の歴史 というのは徐々に発達してきたわけですけれども、このビッグデータのインパクトは非常に大きくて、まああの、過去の産業革命以上のインパクトがあるであろうというふうに言われております。で、これに関連して、皆様すぐ思い浮かばれると思うのはですね、2013年にコンピューター将棋が専門のプロ棋士に勝ったということがございましたけれども、 さらに衝撃的なことは昨年10年以上かかると言われていた5の世界においてもですねアルファ5が世界のトップ棋士に勝ってさらにその後も発展して現在は60連勝しているといわれております結局この超スマート社会への動きが確実に進んできたのではないかと思います。 これに関連して思い浮かべるのがですね、1830年、アメリカのボルティモア・オハイア鉄道で行われた鉄道馬車と蒸気機関車の競争という有名なものがございます。で、これはまさに産業革命が、蒸気機関の発明によってですね、工業化社会が成立した頃ではありましたけれども、その典型的な、象徴的な歴史的瞬間であったわけです。 で今我々はですね次の歴史的な瞬間に直面しているんではないかというふうにも思っております。でただしですね世の中あのビッグデータを集めれば今までできなかったような画期的なできることができるという期待が膨らんでおりますけれどもあのやはり多少ですねそれは楽観的すぎるんではないかというふうに考えます。というのは 確かににビッグデータには膨大な知識や価値が埋もれておりますでしかしその多くは構造化されておらず価値密度は非常に低くまた不均一であったりスパースであるしたがってです、ね、従来の方法をそのまま適用するだけで自動的に非常にい有用な価値が創出できるわけではございません。 したがってですねビッグデータを効率的効果的に集約し知識発見や価値創造を行うための新しい方法が必要であるというふうに考えております結局大規模データの活用のための第4の科学的方法論の確立が必要であるというふうに考えておりますでここであの20世紀までの科学技術の 考えてみますすとですね基本的には理論科学と実験科学の2つの方法を車の両輪として発,達して発展してきたといえるかと思います。で理論的方法理論科学はいわば演繹的方法であり実験科学は機能的方法あるいはデータ駆動型の方法であったわけですけれども20世紀の後半終盤になりましてですね 視線形系あるいは非常に複雑なシステムの理解とシミュレーションのために第三の科学と呼ばれております計算科学が発達しましたでご承知のように神戸の軽コンピューターを代表して著しい成果を上げておりますでしかしながらここでビッグデータの登場によってですね第四の科学としてのデータサイエンスを することが必要でございますでこの4つを揃えることによってですねいわば車の四輪のように今後の科学をドライブしていくことができるというふうに考えておりますでそこで当機構では平成25年度にこのデータサイエンスを推進するための基盤を構築するためのデータ中心科学リサーチコモンズ事業を 開始いたしましまでこの事業は大きく分けて下のブルーの部分ビッグデータの活用基盤を構築する部分とそれを使って実際のサイエンスを行う新領域融合センターの2つからなっております。でこの後はですねこの2つの事業について少し詳しくご紹介させていただきたいと思います。 まずビッグデータ活用基盤の形成でございますけれどもこれはデータ基盤構築それからモデリング解析基盤の構築それから人材育成この3つの三密体の事業形成基盤形成事業でございますで当機構の事業の特徴はですねこれらを分野に横糸を通す形で 包括的に行っていいいるととうこででそれが特徴でございますただしデータ基盤の構築に関しては共通の方法論だけではなくて各分野固有の知識も不可欠でございますから当面はこのデータ基盤構築として当機構が強みを持っております生命科学地球環境科学人間社会科学それから 埋蔵分子という、まあ、少し変わったものですけれどもその4つを中心に進めてまいりましたでこのデータ基盤整備ですけれども地球環境データに関しましてはパンジーと呼ばれるあの後ほど紹介があるかと思いますけれども南極に設置しました大型大気レーダーのデータ取得それからリアルタイム転送アーカイブ化 さらにはそのデータのコード解析の方法の開発等を行ってまいりました。それからライフサイエンス統合データベースセンターでは JST との連携によりまして、すでに全国のライフサイエンスデータの統合化をあ成し遂げておりますけれども、さらに高度化したあであ利用を実現するためにですね、RDF 化、あるいはあ オントロジー構築等を行っておりますそれからあの国際標準化もにも取り組んでまいりました。人間社会データに関しては公的ミクロ、公的統計データのミクロデータというものがございますけれども、まあ、それの二次利用を可能にするオンサイト拠点の整備を行いました。また統計データとウェブ情報の統合によってですね、 高精度で高頻度のデータの作成を行いました。またそのほかモバイル情報の取得等も行ってまいりました。データ中心化ケミストリー、これは非常に小さなプロジェクトでございますけれども、理論的に存在し得る化学物質をです、ね、量子化学計算に基づいて、その分子と化学反応のプロセスをデータベース化すると。 いうものでございまして、実際にですね、これによってこれまで知られていなかった埋蔵分子と言っておりますけれども、新規の炭素物質の発見も行っております。で次にモデリング解析基盤整備でございます。で、ここはあのデータから有用な知識を獲得するための方法と、まあそのためのツールを開発ところでございます。 でデータ同化シミュレーションの部分、これはシミュレーションと観測データのを統合するデータ同化という方法がございますけれども、まあ、それの高度化をするとともにです、ね、これまで行われていなかった新しい未適用分野を開発するということに取り組んでまいりまして、実際津波に、地震によって発生した微気圧の変動から津波の予測をするとか、 それから細胞内の流動のモデルのパラメータを調節してシミュレーションできるようにしたりあるいは感染症の整御をするためにどういう手を打ったらいいかそのためのシミュレーションなどを行ってまいりました eScience タ基盤技術ここは Science3.0 と呼びましてです、ね、例えばリサーチマップを開発し JST の方で現在、運用を行っているものでございます。でその他実文書の解析手法の開発し、まあ、ツールを公開すると行っておりますで。その他小規模ではございますけれども、イメージデータ解析、メタ構造解析なども研究開発を行っております。それから、データサイエンス テストの育成これについては後ほど樋口理事から関連する話がございますけれども、データサイエンスと融合研究の推進に必要な人材像、それからその,たその育成の方法などを検討するための参観学の懇談会を開催しまして、報告書の形で提案しておりますま。一言で言ででえばですね 単に技術的なものではなくて領域の知識それから企画能力立案能力コミュニケーション能力を持ったいわゆる T 型 P 型の人材が必要であるということで、まあ、いくつかのレベルを想定しそれぞれの育成方法なども提案しているところでございますそれから新領域もう一つの新領域融合センターでございますこれは機構に4つの研究所そのうち2つが あの遺伝犬、局地犬といういわゆるドメイン型のもの縦型の研究所それからもう一つが情報犬、等数犬という、まあ、情報基盤であったり情報を知るデータ解析のいわゆる横型の研究所この縦横2つがあるということを利用してです、ね、そのクロスしたところで今までできなかったような新しいパラダイムを創生しようというものでございます。でこの プロジェクトについてはあの、組み替えを行ってきておりましたけれども、平成25年度からはですね、ここに書きましたように、遺伝機能、それから地球環境システム、それから社会コミュニケーション、システムレジリエンスの4つのプロジェクトを推進してまいりました。えー、地球環境システムに関しましては、えー、例えばですね、 氷床コアといって南極で3000メートルまでの氷を取って72年前、ま、万年前までの実データが取得できますけれどもそこに含まれる微小なゲノム解析を実現するための方法開発を行ったりまたです、ね、コケボウスという非常に閉じた特殊な生態系がございますがその全ゲノム解析を行ってです、ね、いろんな面白い結果が得られております。 それから遺伝機能システムでは、次世代シーケンスのデータ生産とその解析方法の開発を行ったほか、ゲノム情報と表現系のデータの統計解析手法、あるいは大量データに基づくゲノム機能と遺伝子ネットワークの抽出法の開発などを行ってまいりました。 で一つの例としてはです、ね、地球上のげの以内の系統を解析しております、そのほか、ちょっと時間がだいぶなくなってまいりましたが、社会コミュニケーションではです、ね、自殺と地理の関係を解明して、復興事業に使うとかです、ね、システムレジリエンスでは、減災を情報とシステムの関係から捉えるということをやってまいりました。 えっと,ということで、これまでの授業でございますけれども、いよいよこ,これらをの成果をえあの利用してです、ね、法人の第三期が始まるというところでございます。まあ、これについては、公演のシ,シンポジウムの後半で詳しくご紹介できると思います。ごご清聴ありがとうございました